先生、普段一緒に生活していく上で、私たちが気をつけないといけない猫ちゃんの健康管理というのはどういうことでしょうか。まず飼い主さんが、この子の日常の様子をよく覚えておくことですよね。たまに病院に連れて行って、病院の先生が見られても、この子が普段どういう状態なのかがわからないと、今の変化っていうのは分かりにくいってことがあります。日常普通の時のこの子の体温っていうのをまずよく知っておく必要があるんですね。基本的には38度から39度 C ぐらいが、一般的に平熱と言われてるんですけども、人間と一緒で、それぞれやっぱり基礎体温というか平熱が違うんで、きちっとそういうのを覚えておく必要があると思います。でそれ以外には食欲が突然、なくなったりとか、それから体重が増えるのも問題ですけれども、減るのも突然に起こった時はやっぱり心配してみる必要がありますよね。であとは嘔吐、吐くっていうことなんですが、猫の場合は毛球症とかって言って毛玉が溜まったりして吐くこともあるんですが、それ以外にも頻繁に吐いたり、あと一番問題なのは下痢をするということですね。それからもう一つ便秘、これも猫のためには良くないです。それからおしっこの回数っていうのも、日常普通の生活をしていると1日何回って大体決まったものがあるんですけど、やはり具合が悪くなると多くなったり、少なくなったり、トイレには行ってるけれどもきちっと出ていなかったりとか、それはもう完全に要注意の信号ですね。それから飲み水っていうのは比較的あまり多くない方ではあるかもしれないんですけど、それが特に飲まなくなったり、うんと飲んだりとか、そういうやっぱり日常と違うのはもう問題です。それから毛艶は人間の女性もそうなんですけど、疲れてる時に肌の状態が悪くなったり、髪の毛がパシパシになったりとかありますよね。同じように猫も、状態のいい時は非常に綺麗な状態になりますし、具合が悪くなると皮膚にそういう状態が変化が出てきます。それから目やにや涙なんですけども、この子エキゾチックショートヘアなんですけど、こういう猫ちゃんの種類とかペルシャの猫っていうのは涙とかは出やすいんですけども、そうじゃない猫なのに非常に目やにが出たり涙が出たり、あとは瞬膜といって 目頭のところからこう出てくる膜があるんですね。これは風邪の時とか、ぶつかったりとかいろんなその時に出てくることがあります。これは早めに処置をしないと、あとは手術しなきゃいけないってことにもなります。で人間と一緒でやっぱり咳をしているくしゃみをしているっていうのは、これはまあちょっといつもとは違うと、はっきり本人が症状として出しているわけですからね。で耳をかいたりとか頭を振ったりっていうのも、耳の中の状態が汚れてたりいろんな状態の変化で出るんで、普段ちょっとかいてるのは問題ないですけども、しつこくかくようだったら心配してください。それから、よだれがひどくなったり口臭がひどいとか、物を食べた時に痛がったり、口を非常に気にしてこすったり、手前足でこすってる時はお口の中に異物が刺さってるとか、いろんな変化があることがありますので、それもチェックしなきゃいけないんですね。猫は体を自分でこう舐めて毛づくろいするのがまあ一般的なんですけどね、特に部分的に一部だけを異常に舐めたり毛を抜いたりするっていうこともあります。これも自分でここが具合が悪いよっていうようなことを言ってることがありますよね。それはやっぱり注意してあげるのと、普段こうやってスキンシップを測って体をこう触ってますとね、皮膚の状態って手の、感覚で分かると思うんです。その時にしこりができてたりとか、こうやってお腹の方の乳腺のあたりを触った時にやっぱりしこりがあると、これは普通ではありませんので、子宮に、検査をしていただく必要があると